Bonjour, c'est Peggy. 皆様、こんにちは、ペギーです。本日の動画では、久しぶりに文法解説をやっていこうかなと思います。これはペギーのブログの読者さんの方からリクエストがあったテーマで、今回は、ジェホンディフについて話していこうかなと思います。このジェホンディフというのは、まあ、結構フランス語のテキストの中では、接続法、スブジョンクティフとか、条件法、コンディショネルの後に来るので、まあ、ちょっとジェホンディフが苦手とか何かちょっとよくわからないという方が多いと思いますけど、まあ、実はすごく簡単です。全然接続法とか条件法ほど難しくはないテーマなので、今回は話していこうかなと思います。まず今回の動画の内容としては、ご覧の通りになります。まずはジェホンディフの簡単な作り方について解説していきます。そして動画の2部目ではジェホンディフの用法について見ていきます。まあ、用法としても今回は4つ挙げます。それではまずはジェホンディフの作り方から見ていきましょう。ジェホンディフというのは、まあ、すごく簡単で前置詞のオンというのに現在分詞、動詞の現在分詞をくっつければいいだけです。on、現在分詞。そうすることによって、もうジェホンディフというのは成り立ちます。で、大抵動詞の現在分詞というのは、まあ活用もしないし、主語によっても変わらないので、まあ一つの動詞の現在分詞さえ分かってしまえば、もうジェホンディフは使えます。なので、非常にシンプルな作りです。例えば、avoir、のジェホンディフだったら、en ayant。être のジェホンディフだったら、en étant。faire のジェホンディフは、en faisant。manger のジェホンディフは、en mangeant。dormir のジェホンディフは、en dormant。apprendre のジェホンディフは、en apprenant。こんな感じで、前置詞の en。の後に現在分詞をくっつければ、もうジェホンディフは完成します。で、そもそもこの現在分詞はどうやって作るのかという話もありますけど、まあそれについて今回は、まあ対象外ですけど、一応おまけとして簡単に、見ていきましょう。現在分詞というのは、まあ大抵は、ant、on で終わる。動詞で、まあ、大抵はというか、まあ、全てですね。現在分詞というのは on で終わります。で、一つの動詞の現在分詞をどうやって作るのかと言いますと、まあ、大抵は、直接法の現在形。つまり、まあ、フランス語で一番最初に学ぶ活用ですね。直接法の現在形の複数形の一人称。つまり、ぬにした時の最後の ons という部分をこう切り離せば、作れます。例えば、manger の場合には、nous mangeons となりますね。mangeons。で、mangeons のちょっとだけ、ややこしいところは、j と o の間に e が入ります。そうじゃないと、nous mangons って呼んでしまうので、nous mangeons って読むために、geons となってます。で、現在分詞というのは、この、一人称複数形の ons の部分。まあ今回の動画ではこの青くなっている部分を外して、そこの代わりに ant を入れればいいだけです。なので、mangeons になります。まあ発音はちょっと難しいところでありますけど、これはまあ今度というかまあいつになるかわかりませんが、いずれ on の動画と on の動画は出すつもりなので、その時に一緒に練習しましょう。nous mangeons。と、mangeons。mangeons が現在分詞。そして、直接法の現在形。一人称の複数形が nous mangeons。で、同じように、例えば、dormir とかも、現在形では nous dormons となるので、この ons の部分を取って、dormons。これが現在分詞。faire とかも nous faisons。それが faisant になります。nous faisons が faisant。同じように apprendre というのも nous apprenons。それが apprenant になります。finir の場合にも nous finissons と言いますよね。nous finissons。それが
finissant になります。aller の場合にも nous allons。これが allons。まあ結構簡単ですよね。こうやって見ていくと、結局はこの現在形の一人称複数形さえ分かってしまっていれば、現在分詞はもう作れます。で、それに前置詞の on を付け加えることによって、ジェフォンディフはもう作れます。で、ちょっとだけ、まあ例によって例外がありますけど、この3つの動詞だけは、もう暗記して覚えてしまうしかないです。avoir と être と savoir。この3つの動詞に関してだけは、まあ現在分詞はちょっと特殊で、一人称の複数形、まあ要は直接法現在形のぬの時とはちょっと形が違います。まあこれは、直接法現在形がおかしいのか、それとも現在分詞がおかしいのかは、まあ動詞によります。例えば、avoir の場合には nous avons。まあこれはシンプルに nous avons なのに、現在分詞は ayant になります。なので、ayant の方がちょっと、まあ、例外というかおかしいということになります。逆に、être の動詞の場合には、まあ、現在分詞は étant なので、まあ、どっちかというとちょっとロジックですよね。être に似てます。ただし、まあ、直接法現在形の nous の時には、nous étons ではなく、nous sommes になります。まあ、どっちかというと、この現在形の方が例外ですね。nous sommes。それが étant。そして、savoir の場合にも、まあ、現在分詞はちょっとだけ特殊で、nous savons ですけど、savant ではなく、sachant になります。まあ、これは命令形とかで、sache とか、あとは接続法とかでも、sache って言いますね。それと同じです。なので、まあ、とりあえず、この3つの動詞だけは例外ですけど、その他の動詞は、まあ、直接法の現在形。つまり、まあ、フランス語で一番最初に学ぶ。この現在形の一人称複数形ぬにして ons を外したところにあえんてを入れればいいだけです。それに対してまあ前置詞の on を付け加えれば en ayant, en étant, en sachant みたいな感じでジェフォンディフが作れます。それでは続いてジェフォンディフの用法について見ていきましょう。まあ、用法というか、まあ、ジェフォンディフはどういう時に使うのか。今回は4つのパターンに分けて説明していきます。まずは1つ目のパターン。これは日本語ではまあ同時性とか言いますけど、何かをしながらとか何かをする際に、要は平行で同じような時間軸の中で何か別なものがこう行われている時。何か二つのものが同時に行われているときに、ジェフォンディフは使われます。で、日本語の訳し方では、まあ、何々をしながらとか、何かをする際に、みたいに言います。一緒に例文を見ていきましょう。例えば、En allant au supermarché, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille. En allant au supermarché, スーパーマーケットに行きながらとか、スーパーマーケットに行っている最中に、Je me suis rendu compte, 私は気づきました。Que j'avais oublié mon portefeuille. 財布を忘れていたことに気づきました。財布を忘れたことに気づきました。こういう文になります。En allant au supermarché, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille. スーパーマーケットに行きながら、財布を忘れたことに気づきました。これは、スーパーマーケットに到着した時に財布がないということに気づいたというわけではなく、こう、行きながらなので同時進行です。今、スーパーマーケットに行っている最中です。行っている最中で、あ、財布ないなと気づきましたということになります。まあ、あとは、ちょっとここはややこしいですけど、スーパーマーケットに行くというのがそもそも、こう、行って帰るの往復と考える場合では、例えば、en allant au supermarché、スーパーマーケットに行って、もう買い物して、レジに並んだ時に、あ、財布ねえや、って気づいた、ってことも言えます。まあ、例えばね、目的がスーパーマーケットだけではなくて、どっかに旅行に行くと考えましょう。例えば、こっから2泊3日の旅行に行きます。ただし、旅行に行くための、まあ、サンドイッチか何かを、
スーパーマーケットに行く。つまり、この2泊3日の旅行の中の、もう本当に一番最初の小さな部分が、まあ、スーパーマーケット。そこで、まあ、en allant au supermarché, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille. それは、まあ、この旅行の名前のスーパーマーケット行った時に気づいたなので、その場合には、こう行ってる道中だけでなくても、まあ、レジで会計を済ませてる時に、ああ、ないなって気づいたってなっても、まあ、en allant au supermarché でも OK です。まあ、ちょっとややこしいですけどね。これは、まあ、スーパーマーケットに行ったという動作と、財布を忘れたことに気づいたという動作。この二つが、まあ、同じ時期、同じ時間帯に起きていれば、ジェホンディフで言い表すことができます。Pendant que j'allais au supermarché とか、quand je suis allé au supermarché, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille みたいな感じに言うことも可能です。他にも、Peggyko aime bien écouter de la musique en travaillant. Peggyko aime bien écouter de la musique. Peggyko は音楽を聴くのが好きです。En travaillant. En travaillant というのは仕事をしながらとか勉強しながら。つまり、ペギコちゃんは勉強しながら音楽を聴くのが好きです。こういうことになります。つまり、まあ、勉強とか仕事と、まあ、同時進行で音楽も聴いてます。ペギコ aime bien écouter de la musique lorsqu'elle travaille とか言っても可能です。仕事をしている最中に彼女は音楽を聴くのが好きです。それでは二つ目の用法を見ていきましょう。さっきはしながらと訳しましたけど、まあ今回もしながらと訳すことが可能ですけど、ちょっと見分けやすいようにあえて、何々してとか何々したからと訳してみました。これは方法とか原因、あとは手段について話すときにも使います。例えばペギーエパーティーen courant. Peggy est parti en courant. というのは、Peggy est parti. Peggy は行っちゃいました。Peggy は行きました。で、en courant というのは、走りながら。つまり、Peggy は走りながら去っていきました。なので、さっきの話で言うと、まあ、同時性として取ることもできます。Peggy は走っています。そして、Peggy は今去っていきます。同時に起きているので、まあ、Peggy est parti en courant。ただし、今回のこの en courant というのは、別な意味として取ることもできます。まあ、別な意味というか、走りながら行きましたでもいいですけど、この走りながらというのは、歩いてでもないし、自転車でもないし、車でもないし、要は方法とか、手段の話ですね。ペギーはどうやって行きましたか ?en courant。他にも、まあ、en voiture とか en train。それの en に結構似てますね。手段の en。ペギーエパーティーオンコーラン。ペギーは走っていきました。他にも、ペギコセブレセーオンフェザンデュローラー。ペギコセブレセーオンフェザンデュローラー。ローラーというのは、まあ、ローラーブレードのことですね。ローラー。ペギコセブレセーオンフェザンデュローラー。ちなみに、ローラーというと、まあ、ローラースケートとローラーブレードはどう違うのか。まあ完全に脱線してますけど、ローラーブレードの方がホラー、一列にタイヤが並んでるやつ。そして、ローラースケートの方はパッタンフレットって言います。パッタンというのが、まあ靴みたいなもので、アフレットなので、タイヤがついた靴。それがローラースケート。アイススケートとかもパッタングラスって言いますね。雪というか氷のパッタン、氷の靴。パッタンクラス。で、今回はローラーなので、こう一列にタイヤが並んでいるローラーブレードのことです。で、話をジェホンディフに戻しますと、今回は、ペギコセブレセ。ペギコちゃんは怪我をしてしまいました。ペギコちゃんは怪我をしました。で、どうやって怪我をしたのか、なんで怪我をしたのか、この原因について話すときに、en faisant du roller ということができます。ペギコセブレセ、à cause du roller とか、ペギコ s'est blessé parce que elle faisait du roller みたいなことも言いますけど、これを全部まとめて、ペギコ s'est blessé en faisant du roller と
と言います。これはペギコちゃんはローラーブレードをして怪我をしました。原因はローラーブレードということになります。他にも、En lisant des livres dans l'obscurité, il est devenu myope. En lisant des livres dans l'obscurité. 彼は暗いところで本を読んだから、il est devenu myope. 近眼になりました。まあ、この myope というのは、近いところしか見えなくて、遠くのものがちょっとぼやけてる状態。まあ、よく本とか、まあ、ゲームとかやりまくってる人はそうなりますね。myope 近眼っていうことになります。En lisant des livres dans l'obscurité, 暗いところで本を読んだから、彼は myope 近眼になりましたってことになります。で、これも、まあ、一番簡単に考えると、さっきの何々しながらと訳すことも可能です。暗いところで本を読みながら彼は近眼になった。これも日本語の意味でとっても、まあ原因にはなりますね。ただし今回はまあ本当にこの同時性というのと、まあ方法とか手段原因を分けるために、読んだからと訳しています。En lisant des livres dans l'obscurité, il est devenu myope. 暗いところで本を読んだから彼は近眼になりました。まあこんな感じで、もう、ジェホンディファはいろんな使い方ができてとても便利です。で、一つだけちょっと注意点がありますけど、このジェホンディフというのは、基本的には否定形ではあまり使われません。あまりというか、まあ、個人的にはちょっと響きが良くないなと思います。例えば、さっきの、en lisant、本を読んだからとか、本を読みながら、en lisant というのは、En ne lisant pas とは言わないですね。En ne lisant pas でも意味はもちろん通用しますし、まあ口頭会話で言う人もいますかね。En ne lisant pas。ただし、綺麗に言うためには、sans プラス不定詞。不定詞というのは、まあその動詞の原型ですね。なので、sans lire と言います。sans lire。あとは、まあ courir とかも、sans courir とか、sans manger. 例えば、en ne mangeant pas à midi, tu auras faim. これは、お昼に食べなければ、お前はお腹が空きます。みたいな感じですね。en ne mangeant pas à midi, tu auras faim. ただし、この en ne mangeant pas というのが、まあ、意味は伝わりますけど、なんかちょっと違和感感じたり、不自然な気がします。それを、まあ、sans manger, à midi, tu auras faim, みたいな感じで、sans プラス不定詞にする方が、綺麗だったりします。まあ、本当にこれはおまけみたいな話なので、まあ、覚えなくてもいいと思いますけど、とりあえず、en ne プラス現在分詞プラス pas という表現は、存在しないと覚えた方がいいかなと思います。ちょっと存在しないは言い過ぎかもしれないですね。使わないと言った方がいいかな。で、代わりに、どうしてもそういう否定形を使いたい人は、sans プラス不定詞を使った方がいいかなと思います。そして三つ目。ジェホンディフの用法として、まあ今の en ne mangeant pas とか sans manger って出てきましたけど、条件とか、家庭の話をするときにも、ジェホンディフというのは使えます。例えば、これは日本語では、〜何々をすればとか、〜何々をすることによって、〜何々をしたら、などと訳せます。さっきの話でも、お昼に食べなければ、あなたはお腹が空きます。というのも、すれば、すればの、まあ逆、否定形だったので食べなければ。逆に、en mangeant à midi, tu auras plus de force。これは、お昼にちゃんと食べれば、あなたはちゃんと力が出てきます。これも、すればとか、何々したら、何々することによってなので、まあ、条件とか家庭の話です。まあ、他にも例文を見ていきますと、En traversant le pont, tu arriveras à l'avenue des tulipes. En traversant le pont, 橋を渡れば、tu arriveras à l'avenue des tulipes. チューリップ通りに着きますよ。と言ってます。なので、
この橋を渡りさえすれば、渡ることによって、あなたはアヴニュデチューリップに到着します。逆に言えば、まあ、橋を渡らなければ、アヴニュデチューリップに到着しません。なので、まあ、条件とか過程の話になります。En traversant le pont, tu arriveras à l'avenue des tulipes. これは、まあ、日本語に訳した時にも、橋を渡りながらとか、橋を渡ったからというのはちょっとだけ不自然ですよね。渡りながらチューリップ通りに着きます。橋を渡ったからチューリップ通りに着きますではなくて、橋を渡ればチューリップ通りに着きます。こういう感じの、あの、条件とか過程の話。こういう時にも、en traversant とジェロンディフが使えます。他にも、en lisant ce livre, vous saurez tout sur Peggy. En lisant ce livre というのは、本を読めば、この本を読めば、vous saurez tout sur Peggy. Peggy について全てを知ることができます。En lisant ce livre, vous saurez tout sur Peggy. これも、まあ、仮定とか条件の話で、この本を読めば、ペギーについて全てを知ることができますという話になります。まあ、さっきの、あの、原因とか手段とかと、もうほとんど使い方は一緒です。ただし、原因とか手段というのは、まあ、過去の話ですね。こういう原因、こういう手段があって、それがあったから、こうなっています。例えば、en faisant du roller、ローラーブレードで遊んでいたから、ペギコちゃんは怪我をしました。ペギコセブレセ。で、今回は、未来の話なので、文章としては全く同じなんですけど、あの、後ろに続く文章が未来形になってます。En lisant ce livre, vous saurez tout sur Peggy. この本を読めば、ペギについて全てを知ることができます。要は未来の話。で、過去形にすると、さっきの原因の話に戻ってきます。手段とか。En lisant ce livre, vous avez tout appris sur Peggy. 要は、この本を読んだから、この本を読むことによって、ペギについて全てを知ることができましたってなると、まあ方法とか手段になります。なんで結局、フランス語の文としては、また同じことが言ってます。En lisant ce livre。これはただ単にこの本を読めば、この本を読みながらってなります。で、他にもまあ現在形で話すと、En lisant ce livre, Je m'imagine beaucoup de choses. まあ本当に適当に今思いつきましたけど、この本を読みながらいろんな想像をします。いろんなあの妄想を抱いていますというのはまあ同時性の話ですね。この本を読みながら私はいろいろな妄想を抱いています。つまり、まあジェロン・ディフというのは、こう、同時性、現在形だったら同時性。で、過去だったらまあ手段とか原因。そして未来だったらまあ条件とか過程に使える。そういう、まあ、非常に便利なフレーズとして覚えておきましょう。そして最後に、まあ、ちょっとここだけは、あの、本当に特殊で、あの、使い方もちょっと珍しいですけど、ジェロン・ディフというのは、あの、譲歩とか対立を表現することもできます。で、その場合には、to という副詞をちょっと付け加えたりします。tout en 何々 en で日本語だったら、まあ、何々にもかかわらずとか、たとえ何々をしても、みたいな話になります。例えば、tout en étant fatigué, Peggyco fit quand même la vaisselle. tout en étant fatigué, 疲れていたのにもかかわらずとか、まあ、たとえ疲れていたとしても、ペギコ fit quand même la vaisselle. ペギコちゃんは食器洗いをしました。ペギコちゃんは食器を洗いました。まあ、この fit というのは、まあ、ディクテとかやっている方は、あの、最近、あの、学んできたと思いますけど、あの、過去形ですね。あの、単純過去。faire の単純過去。ペギコ fait quand même la vaisselle とか、ペギコ a fait quand même la vaisselle を、まあ、こう、筆記では、単純過去の方がシンプルで、楽なので、ペギコ fit quand même la vaisselle と書いてます。tout en étant fatigué, ペギコ fit quand même la vaisselle. 疲れていたのにもかかわらず、ペギコは食器を洗いました。これは、まあ、たとえ疲れていても、ペギコちゃんは食器を洗いました。なので、このちょっと対立とか情報の話が入ってきます。ただし、まあ、考え方によっては、まあ、tout en étant fatigué, 疲れていながら、ペギコ、
fait quand même la vaisselle. ペギコは食器を洗っています。という言い方もできるので、まあ、同時性と考えても、別にいいのかなと思います。今回は過去形なので、まあ、疲れていたのにもかかわらずって訳した方が綺麗ですけど、まあ、全部が現在形だったとして、まあ、tout en étant fatigué, ペギコ fait quand même la vaisselle とか、en étant fatigué, ペギコ fait quand même la vaisselle。疲れていながらペギコちゃんは食器を洗っています。で、この to というのを入れることによって、何々をやっていたのに、何々なのにというのがちょっとだけ強調されたりします。他にも例えば、il est venu au bureau tout en étant positif à la COVID-19。まあ、これ最近有名な話ですね。コロナ。コロナで、陽性になってしまうと、会社には来ていけませんよ。自宅待機ですよ。なのに、彼は来てしまいました。Il est venu au bureau tout en étant positif à la COVID-19。彼はコロナで陽性であるのにもかかわらず、会社に来ました。たとえ彼は陽性だったとしても、それでも会社に来ました。みたいな時に使います。でこの to を外しても、文としては成立しますね。Il est venu au bureau en étant positif à la COVID-19。これは、彼は COVID-19、コロナで陽性なのに会社に来ました。Il est venu au bureau en étant positif à la COVID-19。で、このなのにという今訳しましたけど、これは同時性だから自然とそうなります。彼は COVID-19、コロナで陽性です。で、彼は会社に来ました。この二つをつなげるときに、この論理的にどうやってつながるかというと、まあ彼はコロナで陽性だったから会社に来ましたではないですよね。彼はコロナで陽性なのに会社に来ました。この同時性の話。で、それをさらに強調するために、to という副詞を使っています。Il est venu au bureau tout en étant positif à la COVID-19。彼はコロナで陽性だというのをもう、tout en étant positif。もう本当に完全に陽性だと知っているのに来ました、みたいな。ちょっとだけ強調された感じですね。で、さっきから、この同時性というのと、この対立をちょっと混ぜてますけど、なんで混ざっているか。これは、この tout en étant とか、tout en プラス現在分詞が必ず対立とか情報を表すと、ちょっと勘違いされている方がたまにいたりしますけど、そういうわけではない。というためにちょっと混ぜてます。例えば、まあ、これはペギーのブログにももうちょっと詳しく書いてたりするので、まあ、それの単なるコピーペーストですけど、この to という副詞をつけたからといって必ずしも、この情報とか対立を示すわけではない。と書いてます。例えば、ペギー lit un livre tout en se reposant à la plage。ペギー lit un livre。ペギーは本を読んでいます。tout en se reposant à la plage。これは、ビーチで休みながら。例えば、ペギー lit un livre en se reposant à la plage でも全然 OK です。同時性。要は、ペギーはビーチで休んでいます。そしてペギーは本を読んでいます。同時進行なので、ペギーはビーチで休みながら本を読んでいます。ここに副詞の to を入れたからといって、これが対立の意味にはなるとは限らないです。ペギーはビーチで休んでいるのにもかかわらず本を読んでいます。と別にまあ訳してもいいっちゃいいと思いますけど、ちょっと不自然ですよね。より綺麗に訳すのであれば、まあペギーはビーチで本を読んでいます。そして休んでいますなので、ペギーはビーチで休みながら本を読んでいます。となります。これはこの副詞の to がついても to がつかなくても同じです。ペギー lit un livre tout en se reposant à la plage。ペギー lit un livre en se reposant à la plage。じゃあどういうニュアンスの違いがあるかというと、まあちょっと難しいところではありますけど、この説明が。ペギー lit un livre en se reposant à la plage というと、まあただ単にペギーは休みながら本を読む。同時性。ペギー lit un livre tout en se reposant à la plage というと、この en se reposant à la plage の部分がちょっと強調されます。要はペギーは本を読んでいます。しかし、彼はそれでもちゃんとビーチで休んでいるんですよの意味のしかしが入ってます。ペギー lit un livre tout en se reposant à la plage というのは、
ペギーは本読んでいますけど、それでもちゃんと休んでいるんですよ。ただし、まあ日本語に訳すと、まあ同時性なので、ペギーはビーチで休みながら本読んでます。ペギーはビーチでちゃんと休みながら本を読んでいます。みたいに訳されます。同じように、tout en se baignant, Peggy repensa à ses années passées。まあちょっとこう、センチメンタルなペギコちゃん。tout en se baignant, 水に浸かりながら、ペギコ repensa à ses années passées。ペギコは、過ぎ去った日々を思い浮かべていました。こういう感じになります。で、en se baignant, Peggy repensa à ses années passées でも全然 OK です。水に浸かりながら、ペギコは過ぎ去った日々を思い浮かべました。ただし、今回もうちょっとこう、ロマンティックにポエムみたいに書くと、まあ、tout en se baignant。要は、水に浸かりながら、彼女は過ぎ去った日々を思い浮かべたの。この水に浸かりながらというのがちょっと強調されます。ただ単にまあ水に浸かって、で、同時期に過ぎ去った過去を思い浮かべたんじゃなくて、本当に、この水に浸かりながら、この世界、水にチャポーンって浸かりながら、過ぎ去った日々を思い浮かべた。要は、水に浸かることによって、過ぎ去った日々がの記憶がこう蘇ってきたみたいな感じが、ちょっと強調されます。で、さっきの、まあ、対立とか、情報のニュアンスは、特にないんじゃないかなと思います。はい、それでは、今回のまとめです。今回はちょっと久しぶりに文法解説をしたので、ちょっと、歯切れが悪かったり、分かりにくい部分がちょっとあったかもしれませんが、ちょっとお許しください。今回は、ジェホンディフの活用と用法について見てきました。ジェホンディフというのは、まあ、活用方法はすごくシンプルで、前置詞のオンに動詞の現在分詞をくっつければ、もうすでに完成します。で、用法は、とりあえずまあ4個に分けましたけど、まあ先ほども説明したように、結局は、この過去の話なのか、未来の話なのか、現在の話なのかによって、まあ、結局は、訳し方が変わるだけで、使い方は全部一緒です。en faisant とか、en étant、何々をしながら。これは同時性。要は現在の話だったら、同時進行なので同時性。何々をして、何々。何々をしたから何々。en faisant du roller とか en faisant du basket。これは、まあ、原因とか手段。過去の話の場合だったら、まあ、過去にこういうことがあったからこういうことが起きたという時に使います。で、逆に未来の話にすると、こういうことがあればこういうことになります。何々をすれば、まあ、条件とか過程の話。そして、まあ、tout en étant とか tout en faisant みたいな感じで副詞の to を入れると、場合によっては何々にもかかわらずという対立の意味とか、まあ、情報の意味になります。もう少し詳しい例文とか、まあ、解説が知りたいという方は、まあ、今回概要欄にも載せておきますけど、温泉ペンギンのたしなみというペギンのブログサイトに、まあ、今回のこの動画を、まあ、記事にしたもの、まあ、逆ですね、もともと記事を書いたものを今回動画にしたので、まあ、元記事を載せておきますので、まあ、興味ある方はそちらで、まあ、もう少し詳しい例文とか解説をご覧ください。それでは今回も、Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。